大きな赤の海塩体の海塩ペッパー海塩ペッパー、または海塩ヌペッパーは香辛料の一種。赤く熟した唐辛子の実を乾燥させたもの。通常、料理の味付けに使われる程よい辛さの唐辛子である。海塩ペッパーは長さが1 0トルから2 5トルで、形は先細り、ほとんどが赤い色をしている。暗赤色,色から先行色をしており、 スコビルチが3万から5万と強い辛味がある。スペインの唐辛子である愛と同じものと言われる。カイエン種と呼ばれる唐辛子は、特定の栽培品種や、学名上の種の分類を指す名称ではなく、赤く長細く粉末状のスパイスに適した辛味と、風味を持つ品種すべてを総称して、そのように呼んでいる。しばしば、粉末化されたもののみを、カイエンペッパーと呼ぶものと、 勘違いされることがあるが、実際は粉末化されているか否かに関わらず、カイエンペッパーと呼ばれる。また、現在1年生の赤い唐辛子を粉末にしたものが、一般にカイエンペッパーとして流通しているが、本物のカイエンペッパーは、他年生の木立唐辛子の一種であり、混同すべきではない、という主張もある。名前は、フランス領ギアナの首都カイエンヌから来ている。 フランス料理ではエビ、カニ料理の隠し味などに少量使われる程度だが、ケイジャン料理や熱帯地域の料理ではよく使われる。料理に辛味を足すのに用いられ、味を濃くせずに辛味だけを足す場合に利用する。また、牛肉の臭みを消すためにも用いられることがある。ありがとうございます。